こんにちは、アンゴロです。あの ICO は今では、日本で話題となった ICO の現在の状況をチェックします。今回の ICO はヒーロー、ヒーロー、ヒーローになる時、あーやー。ヒーローはブロックチェーンを使って誰もが手頃な金利で融資を受けられる仕組みを作るプロジェクトです。顧客ターゲットは東南アジアの人たちで、フィリピンから始めてインドネシア、ベトナム、タイへと事業を拡大していくことになっています。運営元はポーンヒーローという会社です。ポーンの単語の意味は七夜の七、直訳すると七の英雄、かっこいい。ポーンヒーローはフィリピンの企業で、店舗を構えずにネットレシアを運営しています。無店舗によってコストが削減されて、月利 2.99% という低金利でお金を貸す人気企業です。月利 2.99% って高くないと思った人はさすがです。日本の消費者金融は高くて月利 1.5% くらいですからね。しかし日本の質屋は月利 9% のところもあります。日本の質屋は貸金業法ではなくて質屋営業法に基づいた金利が適用されるので、消費者金融よりも高い金利をつけることができます。金利が高い理由は、質屋は数ヶ月以内の返済を想定しているので、その分高い金利をつけることができる法律になっています。日本の質屋のイメージは、お金がなくなった人が身の回りの宝石やブランド物をお金に変えるために行く店のようなイメージを持っている人が多いです。まあ昔とはだいぶイメージが変わってきているようですが、あまりいいイメージは持たれていない印象があります。一方、フィリピン人は貯金をしない人が多いので、逆に質屋を利用する人が多くて店舗もたくさんあります。またフィリピンの質屋は送金手段にも使うことができるそうです。月利は 6% から 10% くらいということで、ポーンヒーローの月利 2.99% は安いですね。そしてヒーローはフィリピンを拠点にして手頃な金利で融資を受けられるプラットフォームを作ります。プラットフォームの名前はヒーローキャピタルマーケットプラットフォームで、このプラットフォームにアクセスするために必要なのがヒーロートークン。さらにヒーロートークンの保有者にはヒーローが得た金利収入の 20% が配分されるという特徴があります。トークン情報を見てみましょう。トークン名はヒーロートークン、シンボルはヒーロー、総発行枚数は5000万枚。トークンセールは2018年2月に行われて、1ヒーロー 0.005 イーサで販売されました。当時のイーサのレートで1枚325円から600円になります。結局 ICO では1476万枚が売れて、約44億3000万円を資金調達したそうです。ヒーローが注目を集めた一番の理由は、ソフトバンクとアリババが出資していると宣伝して、公式ページにもソフトバンクとアリババのロゴが表示されていたので、この ICO はすごいぞと思った人がたくさんいました。しかし、ソフトバンクとアリババがヒーローに出資したのではなくて、ファンド会社を通して運営元のポーンヒーローに出資しているだけでした。これがバレて、アリババがヒーローにロゴを削除するように注意して、ソフトバンクとアリババが出資している話は消えました。さらにヒーローの代表のデビッド・マーゲンドルフは、2月にはすでにポーンヒーローを辞めていて、結局ヒーローとポーンヒーローは関係ないものになりました。そして ICO が終わった後、購入者の 90% が日本人だったことが明らかとなり、公式サイトの国別アクセスも日本からが 90% 近くだったので、ヒーローは日本人をターゲットにした詐欺ではないかと疑われました。
その後2018年3月にクリプトスという海外の取引所に上場しましたが、日本人は利用できない取引所なので誰も売ることができないまま暴落しました。次に2018年5月にヒット BTC に上場して、初値は2951円、一瞬で暴落して10月20日に最安値の 1.4 円をつけました。現在価格は 2.5 円。出来高がゼロの日があるくらい加速化しています。ICO 価格は600円だったので、99.6% ダウン。ICO 粉砕。まあ詐欺と言われたとしても、プロジェクトがしっかり行われてフィリピンでの知名度が上がってくれば価格は戻すはずなので、現在の状況を見てみましょう。まずヒーロートークンの国別の検索回数をチェックした結果がこれになります。日本での検索が一番多くて、続いてオーストラリア、アメリカ、イギリスの順になっています。フィリピンを含む東南アジアからの検索はなし。なし。次に公式サイトへの国別アクセスの結果がこれになります。日本からのアクセスが 85%、続いてアメリカ、インド。フィリピンを含む東南アジアからのアクセスはなし。なし。これはヒーロートークンの GitHub です。2017年8月からほとんど更新されていません。やる気がないのか、今は使ってないのか。Telegram は2018年12月現在はグループ参加者の会話はほとんど行われていません。ヒーローはこのままとんずらしてもおかしくないような状況ですが、奇妙なことに毎週きっちり進捗報告をしてきます。プロジェクトに新しいメンバーが加わったから紹介するよとか、こんな仕事をしているよとか、ハッピーフライデーとか、前向きなことを言ってますが、写真がほとんどなくて、あったとしても人がいなかったり、背中から写した写真だったりと、血が通っている雰囲気を感じません。世間とプロジェクトのこの温度差は一体何なのか。もしかしてプロジェクトをやってるふりをするための作り話の進捗報告なのかな。トレードのタイミングとしては、国別検索回数と国別アクセス数をたまにチェックして、万が一フィリピンが現れ始めたら少しだけ買っておくのはどうでしょうか。以上、あの ICO は今ヒーローについてでした。また次回お会いしましょう。